こんにちは、ビルジェンの大林です。今回は自重でご自宅でもできるトレーニングですね。こういうね、フォームローラーを使ったハックスクワットのやり方を解説させていただきます。ハックスクワットというと、ジムに通ってね、特に設備の充実したジムに通っている方ならわかるかと思います。あのマシンねと、前もも大腿四頭筋がめちゃくちゃきついあのマシンねと、こう思い浮かぶ方もいらっしゃるかと思いますけども、実はこのハックスクワットと同じ動きですね、実はご自宅でもこういったフォームローラーがあれば手軽にねできてしまいます。今回はこのね、長いフォームローラー持ってきてますけども、全然短くても大丈夫です。ご自身の体の幅と同じぐらいあればいいので、これぐらいのね、短いフォームローラーしか自宅にないよっていう方でも全然問題なくできますので、そこは安心してください。で、やり方なんですけども、壁と、自分の間にフォームローラーを置いていただいて、で、フォームローラーにもたれかかる形でね立ちます。フォームローラーの位置は、大体もうお尻の一番上あたりに来るように置いていただくのがいいかなと思います。普通に立ったところから、一歩出していただいて、つま先はまっすぐ正面に向けるか、軽くハの字に開くか、やりやすい方を選んでください。で、足幅は、これもやりやすい幅で構わないんですけども、目安になるのは、この腰骨の真下ですね。で、ポジションを決めたらしっかり背筋を伸ばして胸の前で手を組みます。で、あとはしっかりしゃがんで立ち上がる、しゃがんで立ち上がる。フォームローラーがコロコロ転がってくれて、しっかりね、滑らかな動きをねサポートしてくれるおかげで、ハックスクワットと同じ動きがね手軽にご自宅でできるようになります。この足をねどれだけ前に出したらいいかっていうところなんですけども、これも皆さんのお好みに応じてやっていただければと思います。あんまり前に出しすぎると力がね効率よく伝わらずに逃げてしまうので、だいたい四頭筋前ももに効きにくくなりますし、逆に足が手前すぎると体の動きが窮屈になってしまって、お尻がね地面につくぐらいまでしっかりしゃがめなくなってしまうので、無理なく一番下までしゃがめる、かつしっかりね力が入りやすい、そんなね足の位置を見つけていただければと思います。今回はですね、ご自宅でできるハックスクワットのやり方をご紹介させていただきました。これもね、見かけによらずかなり負荷の高いトレーニングですので、がっつり鍛えている男性の方なんかはね、運動不足解消のためにぜひチャレンジしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。